昨日午後から今日未明にかけて、鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする震度1から3の地震が70回以上発生しています。気象庁は今後数日間は強い揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。緊急地震速報を受信しました。推定震度は1未満です。